はい、どうもこんにちは、ちるこです。外ちるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日も動画頑張っていきたいと思います。さあ、今日はですね、ワンピースの一番くじですね、こちら引いてきたので、紹介していきたいと思います。はい、一番くじワンピース、オールスターですね、こちらを、引いてきましたのでご紹介したいと思います。ですがですね、実はですね、一回撮ったんですよ、さっき。そしたら音が入ってなくてもうショックなので今2回目撮ってますはい、なのでね、まあ2回目なんだなと思って、その様子もね、楽しんでもらえたらなと思いますですね、まずですね、セブンイレブンで引いてきたんですけども、一番最初に入ったお店がですね、割と引いてあったんですよ。それで、ですが、あのフィギュアがね、ルフィがいないんですよ。ルフィとか、あとね、誰がいなかったかな。フィギュアが5体くらいしか残ってないぐらいで、まあそれでも、ゾロとサンジとかロビンがいたので、まあこれで引いて当たったらラッキーだなと思って、まあ、3回だけその店では引いてきました。はい、で、今度は違うセブンイレブンに行ったら、割と残ってたんですけども、ルフィもいてね、ゾロとナミがいませんでした。あと割とね、残ってました。うん、会場もね。なので合計で8回引いてきました。はい、その結果をねご覧いただきたいと思います。はい、とね、順番はちょっともう忘れちゃったので、解消から順々に紹介していきたいと思います。まずは解消から。はい、じゃん、こちら、N 賞の書き下ろしラバーマスコットですね。はい、こちらね結構楽しみにしてたんですよ。このエース&ルフィが欲しいので、はい、もう空いてますけどねはい、こちら2個当たりました。はい、はい、次こちらです。軽賞ですね。軽賞の記念ガラスプレート、こちら3個です。ゾーロ、ルフィ、エース、こちらの3つにしました。はい、はい、じゃあ次は、はい、こちらです。 L 賞のメモリアル色紙ですね。はい、こちらは1枚になります。はい、はい、で M 賞の名場面ゲンガーソートですね。私はサボにいたしました。サボー。はい、ラストですね。ラストは引いて当たったのがこちらになります。はい、ラスト当たったのはこちらです。ドゥン、師匠のサンジフィギュア、やりましたやった、よかった。いやー、5回引いてよかった、あのテンポではい、本当にラストはこうめくったらサンジでした。いやー、もうね、一人で、キャーキャー騒いでて、この人何っていう感じで見られましたけども、他のお客さんにね。はい、ということで、師匠のね、サンジが当たって本当に嬉しいです。はい、フィギュアは最後にして、他の賞を、ご覧いただきたいと思います。はい、はい、まずはね、これは見えてるので、まあ、こちらはもう見ていただければいいかなという感じで、サボですね。サボを選びました。エースがね、こうエースがあるんですけど、ここにね、エースがね、なかったんですよね。残念。はい。で、次が、メモリアル色紙ですね。もう、これ2回目なんでね。当たったのはこちらです。はい。ルフィ、ロー、キッドですね。後ろはこんな感じですね。世間じゃおめえらを最悪の世代と呼ぶんだ。このように書いております。熱いです。暑いですね。す
すごいかっこいい。ローかっこいい。はい、こちらになります。ガラスプレートですね。こちらをじゃあちょっと開けていきましょう。こんな感じですね。記念ガラスプレート。こちらになります。これ高橋さんも言ってたけど、なんか鍵入れとかにいいですよね。私なんかはピアス入れとか、指輪とか、なんかそういう風に溢れてるので、それにいいんじゃないかなって思います。はい、ここね、なんかね、割れちゃってるの分かるかな、ここ欠けちゃってるの。まあ多分私がやったんだと思うんですけど、ってなんかついてないな。マイクオンにしてないし、なんかついてないな今日。よし、じゃあ次は、マスコットですね。書き下ろしラバーマスコットになります。はい、こちらもう封開いております。当たったのはこちらです。はい、こちらになります。スモヤンとスモヤンタシギ、サボコアラですね。いやー残念、ルフィ&エースがね欲しかったんですけどね。すんごい可愛いじゃないですか、これ。すんごい可愛い。はいはい、ということで、ラストはねサンジフィギュアを、詳しく、見ていきたいと思います。はい、行きましょう。はい、ということで、Cショーのサンジフィギュア詳しく見ていきたいと思います。まずは顔から見ていきましょうかね。はい、サンジの顔です。どうかな、似てますかね。私が思うにちょっと似てないかな、どうかなとは思うのですが、まあサンジはサンジなんですけどね。でこれこっから見えるかな、多分見えないと思うんですけど、肉眼だと向こう側の目がちゃんと描かれてるんですよ。おそらくですけど、目が描いてあります。素晴らしい。すごいですね、見たいな、見たいけど茹でればいいかな、小焼きさんみたいに。まあしないですけどね。でこれ今映ってるんですけど、ここ爪がこうやって描かれてるの分かります？すごいですよね、細かい爪まで描かれてあります。すごい細かいです。そしてこれがねスタンビードの時に着てた服ですね。やっぱ毎回なんかこうおだちが描く服装ってすんごいおしゃれですよね。なんか服のセンスがすごいいいなって思う。はい、でこのすね毛ね、このすね毛なんかもうちょっとなんかなかったかな。って私的にはちょっと思ってます。はい、どうでしょうか。なんかちょっとななんかな、雑っていうかなんていうか。はい、でこの台座には、劇場版ワンピースサンピードと書かれております。かっこいい。いや記念になるこれ。ちょっと後ろからも見ていきましょう。はい、はいはい、こんな感じですね。これ今蹴ろうと、今にも蹴ろうとしてるんで、このリュックがこう宙に浮いております。すごい躍動感がすごいですね、あります。横顔なんかこう横顔がかっこいいよね。横顔がかっこいい。もうね、横顔がかっこいいって本当わかるかな、わかる、数少ない女子分かってくれる。もう横顔かっこいいってなんかね。一人で盛り上がってる。横顔かっこいい。
い、こんな感じですね。どうでしょうか、いかがでしょうか。まあまあまあかっこいいけどね。うん、はい、ということで C 賞の3次フィギュア、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。いや、かっこよかったです。はい、ということで、ワンピースのね、一番くじ、のね、紹介をいたしました。C 賞のね、3次フィギュアもゲットできて本当に良かったと思います。なんかあの中にはこのフィギュアをね、あのコンプリートしてる方もがいらっしゃって、いやー、もう本当にね、気持ちは本当にわかります。本当にわかるんですがね、うん、まあ私はここでやめにしといたい、しときたいと思います。うん、はい、ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。